はい、皆さんおはようございます。本日はですね、サムネタイトルにある通り、そして何よりご覧の通りご報告です。ついに私二重の埋没手術をしました。イエーイ。はい結構ね、いろいろ喋りたいことはたくさんあるんですけど、まあまずは術後から1週間までの経過をね、報告していきたいと思います。でまず最初に言っておきたいのが、私かなり腫れやすい、そして腫れが引きにくい体質だったみたいで、結構腫れてます。はい、なんでちょっとまあね、これから埋没を考えてる方は不安にさせてしまうかもしれないけれども、中にはこんな人もいるよっていうことで、一例として見ていただけたら嬉しいです。はい、それではどうぞ、行ってきます。今埋没が終わって出てきました。思ったより腫れてる、やびでも落ち着こうと願って耐えたいと思います。ダウンタイム1日目です。腫れはまあ昨日よりちょっとましたかなって感じで、内出血が少しだけマシになったかな。でも全然ね、まだまだ腫れてるし、ご覧の通り面白い仕上がりです。しっかり冷やしていきたいと思います。はい、ダウンタイム2日目です。腫れはなんか昨日より少しマシになったのか、ないしはもう自分がこれに見慣れてしまったのか、ちょっとどっちかわからないんですけど、でもまあまあまあ、今でちょうど術後48時間です。で48時間から72時間が一番腫れるって言われてる時間帯なんで、まあ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 、まだ様子見かな。内出血も変わらず、傷跡もそんな変わらず、こんな感じです。はい、ダウンタイム3日目。ダウンタイム4日目です。術後72時間が経過したので、冷やすのをやめて、でちょっと散歩とかしたらいいっていうのを見たので、外出がてらお化粧をしてみました。ちょっと普段のメイクだったら薄すぎて、この二重幅、まあまだ腫れてるのですごい広いんですけど合わないので、薄いつけまつげを見えるかな、つけて二重幅アイシャドウしてアイライン引いてってやってみました。目をグッて開いてたら、まあそういう幅の人なんかなみたいな、かなり広いですけど見えるけど、ちょっとこう目を閉じたり伏せたりしたら内出血とか傷の跡が見えるから、まあまだザ・ダウンタイムって感じです。はい、ダウンタイム5日目です。今日も外出の予定があったんでメイクしてます。昨日とはちょっと形の違うつけまをつけてメイクしてみました。こうカメラ越しだとなんとなくなんかすごい二重幅すっごい広い人みたいに見えるんですけど、やっぱり実物はね、もうちょっとあの人大丈夫っていう感じの仕上がりなので、内出血もまだちょっと残ってたり、傷跡はね、かさぶたが取れたりしたんで、だいぶあとは良くなってきたかなと思います。でこのまま街歩いてたらやっぱちょっとまだ目立つので、こんな感じで伊達メガネをかけて、この二重のラインとここの上の縁を合わせて、ちょっとこうね、分かりづらいようにして出かけてます。はい、明日からリハーサル、お仕事復帰なんですけど、でもちょっともう晴れがね間に合わないということで、お会いする方にだけちょっと事前にお伝えしました。私やりましたとでもまあね、ここからまた1週間2週間かなり時間かけてでも落ち着くのを願って、はい、様子見ていきたいと思います。6日目、今日からリハーサル復帰で朝から晴まで踊ってました。あれ、なんか今日ちょっと良くないか、なんか幅めっちゃ狭くなった気がする。内出血は右目が結構まだはっきりある
左目はこの真ん中のやつぐらいかな。だいぶだいぶ良くなってきたのではないでしょうか。飲み続けてるあの漢方のおかげなのか、今日久しぶりに動いて汗が出たからなのか、シンプルに日にちが経ったからなのか分かんないけど、まあうん、ちょっと進歩が見えました。ダウンタイム7日目です。最初の方と比べて幅がだいぶ狭まってきたかなと思います。内出血がまだ残っちゃってるんですけど、まあ、かさぶたはね見事に全部取れまして、あとはもうちょっとこのまぶたのぷっくりが収まってくれたらなと思います。やっと1週間、ここまで長かった。はい、とまあこんな感じで1週間が経過したんですけど、今日もちょっともう朝から出かけて、リハーサル動いて汗かいた状態なんであれなんですけど、ね、一応今の目が化粧してこんな感じ。埋没経過を撮る動画ではちょっとすごい本当にすごいすっぴんやって、ちょっとあまりにもノーマルカメラで耐えれなかったんで、アプリ通して美肌加工はちょっとしてるんですけれども、デカ目効果とかはオフにしてて、結構ありのままの形ではあります。今も内出血がこう右目のこういう形と左目の真ん中にちょっと残ってるんですけど、まあアイメイクでごまかしつつ、で上の方はちょっと出ちゃってるんですけど、こうすごい目を閉じない限り、開いてたらあまり目立たないのでこのままでやってます。でお化粧はさっき途中の動画でもあった通り、普通の自分のまつげだけだとやっぱまだまぶたのこの下の部分がぷっくり腫れてて、まつげがこう本来であればこの腫れが引いてるからここから持ち上がるものが腫れてることによってこれぐらいしか上がらないんですね。だからここまでしか上がらない上に、まあ、二重幅も広い部分にあるので、自まつげでお化粧したらすっごい広いまんま出ちゃうので、100均で買った薄いナチュラルなつけまつげをつけて生活してます。やっぱり元の顔を知ってる人からしたらびっくりするけど、初めて会う人だったら、あ、こういう二重幅広めの人なんだっていうぐらいで済む済、まあ、みはしないですね。違和感はあるんですけど、まあ時間をかけて徐々にこの幅ももうちょっと落ちてきて、腫れも収まってナチュラルに仕上がると思うので、まあまたちょこちょこ乗せていこうかなと思います。でまあ私が公開するにあたって絶賛ダウンタイム中で、自分の腫れがひどいけど本当に大丈夫なのかなとか、まあ俗に言うダウンタイムうつになってる方の手助けじゃないですけど、まあこういう人もいるよっていうね、一例として見て勇気出してもらえたらなと思って、はい、経過を載せていきたいと思います。ね、本当どうなるんでしょうねこれ、落ち着いていったらいいけど。はい、ということで今はまだ術後1週間までしか載せれないんですけれども、このあと2週間、1ヶ月後、さらには時間を置いて2ヶ月3ヶ月後などもちょこちょこ載せていきたいと思います。なのでこちらの私のお目目ですね、埋没の経過を一緒に見守ってくださる方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でー。